皆さん、こんにちは。バレーボールネーションズリーグ2024男子第3週決勝ラウンド進出を確定させた世界ランキング4位の日本は、1次リーグ最後の一戦で同5位の米国と対戦。日本は今大会を通算成績8勝3敗で6位。一方、米国は5勝6敗の11位。パリ五輪の1次リーグの組み合わせは、今大会の1次リーグを終えた24日付世界ランキングが元になります。そんな大事な一戦に、日本は石川選手、西田選手、関田選手ら主力組はベンチスタートとなり、宮浦選手、小野寺選手、大塚選手らがスタメンに名を連ね、パリ五輪メンバー入りへ当落線上の選手たちにとっては最後のアピールの場となりました。そんな試合の第1セット、日本は大塚辰徳選手のサービスエース、甲斐優斗選手らの強烈なスパイクなどで4連続ポイント、序盤11-7とリードを奪います。その後、アメリカに追いつかれるも、宮浦健人選手のブロック、大塚選手のスパイクで連続ポイント。日本は小野寺太志選手、宮浦選手、甲斐選手のサービスが冴え、第1セットを25-20で奪い切ります。そして第2セットはアメリカのペースを握られ、リードを許す展開。日本はリベロ小川智弘選手のディグからラリー戦を制しポイント。さらに甲斐選手のサービスエース、エバデダン・ラリー選手のブロックなどで17-17の同点に追いつきます。終盤は小川選手のディグを中心にラリー戦を制する日本。最後は宮浦選手のスパイクが決まり25-23、日本が立て続けに2セットを奪い、勝利にあと1セットに迫ります。そして迎えた第3セット、日本は甲斐選手、宮浦選手を中心に得点。しかし6-6から3連続ポイントを許し、ビハインドを背負う展開となります。それでも中盤、小野寺選手のブロックなどで食らいつく日本は19-19の同点に追いつきます。さらに小野寺選手のスパイクで21-20と逆転。そして宮浦選手が強烈なサービスエース3連発。最後は甲斐選手のスパイクが決まり3-0。アメリカにストレート勝ちの日本は予選ラウンドを9勝3敗で終了しました。この試合、宮浦選手がチームトップの18得点、甲斐選手がチーム2位の16得点。主力選手ではなくても戦える選手層の厚さを示したのです。この試合結果に対して、アメリカのジョン・スパロー監督は日本に対して、日本チームの素晴らしいパフォーマンスに敬意を表します。彼らは今日チームの深さと多様性を見事に示してくれました。主力選手を温存しながらも高いレベルのバレーボールを展開しました。特に印象的だったのは宮浦選手と甲斐選手のプレーです。彼らの攻撃力とサービスの精度は我々にとって大きな脅威となりました。また日本チーム全体のディフェンスとラリーの粘り強さは私たちの攻撃を何度も跳ね返しました。我々のチームにとっては厳しい結果となりましたが、この試合から多くを学ぶことができました。パリ五輪に向けてさらなる改善が必要だということを痛感しています。この結果を真摯に受け止め、チームとしてさらなる成長を目指していきます。パリ五輪での再戦を楽しみにしていますと語っていました。またそんな中、20歳の甲斐優斗選手が破壊的な連続サービスエースを決め、第1セットを奪ったシーンに、これからどうなるの、恐ろしいと世界が驚愕しているといいます。そんな甲斐選手の超絶サーブをフィリピン連盟公式 X が動画を公開。 X 上のファンからは、本当にメンタル化け物だな、これからどうなるの、恐ろしいと代表での活躍に夢を膨らませる声のほか、甲斐君の強気なサーブ好きだな、強心臓強強サーブは刺さります、成長がえぐいと驚きの声が上がりました。そんな甲斐選手といえば、身長2メートルの大型アウトサイドで、昨年のネーションズリーグで代表デビュー、主にリリーフサーバーとしてセット終盤に登場すると、度胸よくサーブを打ち込んで崩し、必ずブレークを奪って帰っていきました。その後もアジア選手権、
パリ五輪予選と1年を通して選出され続けたのです。そして冬場は約4ヶ月間フランスリーグのパリバレーで過ごし、技術もパワーも格段にレベルアップ。その成果を今回のネーションズリーグで発揮しています。パリではシーズン途中の加入ということもあり、最初はリリーフサーバーや大差がついた場面での途中出場が多かったですが、次第に信頼をつかんでいった甲斐選手。プレーオフがかかった試合では流れを変える活躍でプレーオフ進出を決め、宮浦選手は甲斐が頑張ったんで勝てましたと感謝しました。そんな宮浦選手は甲斐選手の変化をこう語ります。本当に伸び具合がすごい。去年の甲斐と今の甲斐は全然違います。もともと身長はあるんですけど、特にスパイクは高さが増して、コンディションがいい時は向こうでもブロックの上からバンバン打っていたし、スパイクの幅もパワーも、そこは一番成長が見えたのかなと思います。また人としても変わったと宮浦選手は続けました。彼自身すごくシャイなので、最初はあまりオープンじゃないというか、口数が少なくて僕から一方的に話すことが多かったんですけど、徐々に向こうから話しかけてくることも多くなりました。チームメイトもみんな人としていい選手ばかりだったので、甲斐のこともしっかりフォローしてあげて、それに対して甲斐もオープンになってくれた。そういう部分も成長なのかなと思います。昨年2月に甲斐が若手選手のフランス遠征に参加した時には食事が合わず苦労し、それも海外への苦手意識につながっていましたが、今回は対策が実ったようです。いかがだったでしょうか。アメリカに快勝した日本、甲斐進撃で世界ランクのポイントは 9.44 を積み上げ、 354.36 ポイントで2位だったスロベニアを 0.39 上回って2位に浮上しました。また前夜は東京五輪金メダルのフランスに 3-2 で勝利、エース石川祐希選手が両チーム最多33得点を挙げ 0-2 から大逆転勝ちしました。一方、途中交代した西田有志選手は試合後に迷走神経だなと自身の X で説明、めまいなど何らかの症状が出たものと見られていました。しかしそんな主力がいないながらも圧倒的実力を見せつけた日本、世界からも注目される今、オリンピックでどんな結果を見せてくれるのでしょうか。まだまだ目が離せませんね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。